はい、Welcome to the ラーメンワールド。Thank you, thank you。今日は何を作るかっていうと、似たようなもんで、東京に二郎系ラーメンってありますよね。山盛りにもやしがなった二郎系ラーメン。ああいう風な感じのラーメンを作りたいと思います。だからもやしが山盛りになって、豚肉がたっぷり入って、それの味噌ラーメンです。もちろん簡単に誰でも作れるように、あの味噌ラーメンのインスタントを使って、簡単な山盛り豚もやし、見た目は二郎系ラーメンです。じゃあ頑張って作りましょう。じゃあ火をつけます。これをちょっと入れます。そして豚肉を炒めますが、弱火でゆっくりと炒めます。柔らかくするためには強火はダメです。弱火から中火のちょっと下ぐらい、それで炒めます。柔らかくなったら、もうここで塩コショウします。はい、塩コショウして、はい、これで終わりです。はい、じゃあ味噌ラーメンを作ります。味噌ラーメンを入れます。じゃあ先ほど作ったあの豚肉を炒めたフライパンを使います。ここからは強火でサッと炒めます。これ あのコツはシャキシャキ感を残した炒め方にします。だからサッと炒めます。じゃあもやしを入れます。豚肉を焼いた油からいい匂いがします。少し1センチぐらいのニンニクを入れました。そしてガラパウダーをちょっと入れます。醤油をちょっと入れます。お酒を入れます。はい、これでやめます。シャキシャキ感を残したまんまです。はい、じゃあラーメンの方です。粉を入れます。じゃあ味噌ラーメンを入れます。からしを少しかけます。ネギです。はい、してきました。山盛り豚もやし味噌ラーメンです。豚もやしってほら、もともと釜でよく食べてたよね。食ってたかも。そうそう、いっぱい食べてたでしょ。ああ、だから昔よく、昔っていうかもうつい最近なんですけど、釜でよく食べてた豚もやしがラーメンの上に入ってる。これ楽しみだ。楽しみ、うん、まずその豚もやしからね、味しよう。いただきます。じゃあ最初は豚もやしから食べてみましょう。はい、いただきます。いただきます。やっぱりうまい。おいしい。ジューシー。うん、
ジューシー、ジューシー。やっぱりゆっくりほら、弱火でやってるからね。うん。うまい。で、もやしがね、まだカリカリしてて美味しいです、うん。どうしたら、もやし。本当に美味しい。うん。じゃあ、麺と一緒に食べてみましょう。いただきます。うん、合う、おいしい、うん、やっぱり味噌ラーメンと合うね、うん、やっぱり味噌ラーメンって感じ。これでもやっぱご飯、あれよくご飯食べてたじゃん、豚もやしって。そうそう、だからラーメンにも合うんだねって。うん、合うね。お父さんが言ってましたけど、今日の、豚もやしのポイントは、豚を柔らかくしてもやしをサクサクと、うん、手早くもやしを炒めることが大切らしいです。要するにもやしは簡単にね、柔らかくなっちゃうから、うん、その部分をちゃんとね、食感を残すっていうのかな、もやしの食感を残すっていうのが一番大事だと思う。うん、お前ね、シャキシャキ感がないと美味しくないって、うん、やっぱりシャキシャキ感ももやしはやっぱシャキッとしないといけない。うん、で、豚の味も本当に合うと思うね。美味しいです。実は今日、うん、今この動画8時36分くらいに今動画撮ってるんですけど、セラはちょうど寝るところだったんで、もうギリギリセラと一緒に動画を撮れてよかったと思います、うん、ね、前みたいにもうセラがいなかったら、ね、寂しいからね、うん、前遅かったの、10時半じゃん、うん、やっぱり兄弟みんな一緒がいいよ、セラ。いや、これ本当にサクサクしてて美味しいので、皆さんもぜひ食べてみてください。はい、次回作る動画は、チキンの手羽先料理です。おお、チキンの手羽先、チキンウィングス、うん、チキンの手羽先。実は昔、4、5年前くらいですね、手羽先のチキンを売ってて、フィリピンで売ってて、いや、それをその次回の動画で似たものを出す。そうそうそう、なんか、ね、それも楽しみだね、本当に。楽しみ、美味しかったもん。美味しかった、あれで、人もちゃんと来てね。そうそう、食べて美味しかったし、たくさん人が美味しい美味しいって言ったからね、うん、愛ちゃんもそれ本当に美味しいと思うから、皆さんにもこう教えられるのがすごい楽しみです。いや、まあこれすごい楽しみなので、皆さんも楽しみに待っててください。はい、So thank you guys for watching this video. ぜひ登録ボタンとライクボタンとベルのボタンを押して、コメントにいろいろ書いてくれると嬉しいです。はい、美味しかった。いや、久々に豚もやし食べたからね、うん、本当美味しかった。うん、久しぶりね。どうだったそれ今日？いや、本当に美味しくて、また食べたいです。あと少ししたらもう、これ終わったらもうすぐ寝ると思うけど、うん、いいね。で、まあ、本当に最後こう入れたんで良かったです。それと、ダリーズクッキングの新しい TikTok をよろしくお願いしますってことと、前の動画で話したように、11月から油そばを売り始めるので、 BST アプリからぜひ見てください。ウェブサイトは出るときにちゃんと放送しますので、皆さんも楽しみに待っててください、うん、これも本当美味しいから絶対に頼んだ方がいいです。じゃあ次の動画でまたねー。